蓮起住職三木太雲です。本日もですね、前回に引き続き森脇健児さんにお越しいただいております。本日もどうお願いぞしまよろしくお願いいたします。素直謙虚感謝で今日も行かせてもらいます。すいません、謝らなくて大丈夫ですありがとうございます。前回もめちゃめちゃ怖いお話を聞かせていただきましたけど、あ、そうですか。いや、めちゃめちゃ怖いですよ。なんかでもその最後、森脇さんが寝っ転がって叫んでるっていうのも、ね。あ、そこが怖いですね。まだチェックしてください。あと、あとアスリートのように、走る方に力を入れてはるっていうのも、なんかちょっと、そうですね、ある意味怖いなっていうふうに感じましたけど。でもこうやって、なんかね、怖い話とか怪談話はでも僕、ほんま、ないんでね。はいはい。ただ、この前、うち、後輩とか、まあ、芸人仲間と喋ってる時に、あの話ありますやんって言われて、はいはい、それずいぶん前の話なんですよ、はい。でもね、その話、僕思い出したらね、思い出しただけでものすごく怖なって、ただこれはね、ある放送局なんですよ。はいはい、で、放送局って、結構出るっていう話聞いたことあります、ね、聞きます、聞きます。私も何回か見てます。あるんですよね。はい。二つあるんですよ、放送局で。はい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 。二つダブルで言っていいですか？ダブルで、うわ、ありがとうございます、ダブルで。一つは、吉田栄作さんが、はい、まあ、僕がやってる番組に、ゲストに来ていただいた。はい。で、吉田栄作さんが来てもらって、で、終わって、はい、深夜ラジオやったんです。で、深夜終わりました。で、深夜終わって、まあ、降りていくんですけども、裏口からね、言うとも、大スター吉田栄作さん、はい、今から数十年前なんですけど、はい、もうで、二人で、ギャッツビーつけて、カッコつけて、いた時代ですよね。あの時代ですよね。はい。A ちゃんにしゅう、ケンちゃんにしゅうって時に、もう裏口から行こう、はい。放送局の裏口なんですよ、ええ。で、エレベーターで降りる。こっからちょっとこっち側の方に来てください。はいはいはい、裏口。真夜中、誰もいない。はい、ええ、しかも裏口、はい。真っ暗なんですよ。怖いですよね。で、僕はまあ、レギュラーでやってる番組ですけど、こんなとこ通ったことないという。はい、ずーっと行くとね、まあ、僕と吉田栄作さんと、まあ、スタッフと、はい、で、まあ、一緒にやってる芸人仲間がおった、はいはい、5人おったんですけど、ふっと見たらね、もうこのカーテンがあって、カーテンの横に、花嫁さんのシルエットが見えたんですよ。はい、でも、もう、シルエットが完全に見えたんですよ。はい、でも、こんな嘘やと思って、一回だけ見たけど、嘘やと思って、こっちで、みんなと喋りながら、はいはいはい、歩いてたら、吉田栄作さんがね、ケンちゃん、俺って、実は、見えるんだよね。嘘や。何が見えるの？いや、霊とか、俺見えるんだよ。嘘だろ。今いるんだよ。どこにいんの？あそこ、指さしたところが、はい、僕が見た、白いシルエットの花嫁さんです。僕はその指の栄作さんの指した方向には見れなかったんですよ。おるのは分かってたんですよ。お前そんな嘘、栄作さん嘘やでしょ、そんな怖いこと言わないでくださいよとか言いながら、まあまあタクシーの方に行くんですけど、はい、実は僕も見えてたんですよ。花嫁さんのシルエットやったんですよ。だもうチラッと見ただけで。で、栄作さんは何を見たかわからないんですけど、詳しくは僕は聞かなかったんで、怖かったで、そこで花嫁さんだって言われたら、はいはい、もう完全にもう僕、ちびってまうんで。そうですか。これ、俺、はっきり見えたんですよ。あともう一つね、僕、鶴瓶さんとラジオやってたことあるんですよ。はい、僕と鶴瓶さんとラジオやってて、うん、まあ、あと、宮崎真澄ちゃんと3人ですね、はいはいはい、鶴瓶さんとやってる時に。まあ、ラジオって、ミキさんわかると思うけど、こうイヤホンつけてる、はいはい、で、サブがあって向こうがあって、はい、で、ここで鶴瓶さんとわーってやってたんですよ。まあ、そんな時にね、なんかまあ、夏だったから怪談話がなんか、なんかの、はい、はがきを読んでたんですよね。で、バーって読んでたら、途中で、キャーって聞こえたんですよ。女性の声で、生放送中に、で、僕がパッと撮って。で、ぶっと見たら宮崎真澄さんも撮ったんですよ。で、鶴瓶さんだけ撮らずに喋ってるんですよ。はい。聞こえた。聞こえた。
宮崎まさみ。で、また、鶴瓶さんやってるから、またつけて、こうやってた喋ってたら、次、バーって、また怪談話読んでたら、助けてって来たんですよ。何回してはるんですね。ほんだ、ますみちゃんもまたイヤホン取ったんですよ。はい。ほんだ、こっちのサブは、ディレクターも、ミキサーさんもみんなが普通にやってるんですよ。聞こえてないんですよ。ここだけ聞こえたんですよ。ということは、オンエアでおかしいんですよね。ここは聞こえたんですよ。はいはい、で、鶴瓶さんは、なんか、助けては聞こえたって言うんですよ。で、終わって、で、ディレクターが入ってきて、何してるのこれとって、イヤホン取って。はいはい、いや、聞こえてないのって、何も聞こえてないよって言って。で、鶴瓶さんは間入ってるんですよ。いや、まあまあ、手を待てよ、言いながら、はい。聞こえたと、助けてと、キャーがっていう。はい、ほんで、全部番組終わった時に、ミキサーさんが、当時こういう、レールですわ、こういう、はい、ミミはい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 。で、調べますって言って、ほんで、こっちで、いや、聞こえたよねとか言って、助けてときゃ、何分頃って全部時間が。はいはいはい。ミキサーさんがここで、へーってやってたら、うわーって言うんですよ。僕ら。ミキサーさんどうしたんですかって言ったら。来て全員集まって、ミキサーさんのレールのとこ行って、ここよねって言って、鶴瓶さんが、いただきましたお便りはって、こうやってバーって呼んでる、呼んでて、次ですって言った時に、キャーって言ったとかだけ、録音されてないんですよ。飛んでるんですよ。次、助けてんとこありますよって、またそこだけ、鶴瓶さんが喋ってるとかだけ、そこだけ、バーって飛んで、そこだけ録音されてなくて、ここへ行ってるんですよ。はぁ、怖い言うて、みんなそのまま、ねって言うて、ほな、ディレクターが、放送局ではよくあることって嘘やな、言うて、ないでしょ、そんなことっていうのが、今から約40年近く前の、もう今その放送局は、まあ、移転して、そこでの、そこの放送局はもう今、ないんですけどね。はいはい、へありましたね。なんかその怖い話を呼んでる、せいできてるんかなでしょうね。わかんないです。助けてって怖いですよね。キャーが2回聞こえたんですよ。はっきり聞こえたんですよ。でもそれ録音されてなかったんだよ。はあ。でもそこだけ音は飛んでるわけです。そこだけ飛んでるんですよ。不思議なことがありますね。ああ、僕思い出したな。またもう一個思い出しましたね、今。やった。もう一個思い出した。それもね、テレビ番組。俺、ミキさんおられました。え？ミキさんおられてテレビ番組で、はい、まあ夏、みんなで、トンネルをね、はい、あるトンネルに行ったら、ここ怖いで、はい、ミキさん見ておられ、はい。まあ、ミキさんがまたビビらしまくるから、もうやめてーなー、言うてやってたのね、僕怖がりやから、ってやってたら、はい、まあ、全部ロケやった、怖いわー、はい、言うたらカメラマンが、普段全然怖がらへんカメラマンの川内ちゃんが、はいはい、ね、もう、あの男が絶対普段怖がらへんのに、どんなことがあっても怖いって言うたことがないのに、はい、やめましょう。ここやめましょうよ。どうしたん、かわっちゃん。いやー、森田さん、ここやばいですわ。いや、かわっちゃん、そんな今まで言うたことないですやん。今までビビランド、どこでもロケやってましたやん。うん、いや、ここのトンネルだけやばいですわ。はいはい。言うて終わって。はい。はい、終わろうって。あ、そうですね。珍しいカメラマンですよ。まあ、まあ、仲ええから、で、終わった。な、ミキさんが。一応みんなの、あれ、なんか背中にこう。そうです、そうですね。ちょっと、ああいうロケ行くと、いつも全員ではないんですけど、たまに、こう、お持ち帰りされる方が、いるんですよ。ね？それまたミキさんビビらすから、もうちょっとやめてください。やめてくださいよ、言うて。で、ミキさんがな、一人ずつ、夏のね、時にこうやって、ロケ車の後ろでこうやって、そうですね、やって、ああ、って言ってやってたんですね。僕もやってもって、まあ全員、やってもってて、ほんで何気なく、こうやって僕、ロケ終わったから、こうみんなの見てたら、まあ、ディレクターがやる、まあ一緒にやってる仲間がやるって言ったやつ。だから一応カメラマンさんもって言ってね、はいはいはい、そうでしたね。言ってるのカメラマンさんの川ちゃんが、お願いしますってこうやってた。俺何気なくね、僕何気なく見せたんですよ。はい、ミキさんの顔が曇るんですよ。はい、って言って僕が、ミキさんの顔変わってるやんって。何が起こんのって思って。って言ったら、僕はっきり見えたんですよ。こっから白い煙がポッて出たんですよ。そうなんですよね。あれ？出るんですよね。出たよね。で、周り見たら誰も、かわちゃんと、みき先生見てへんから、はい、今、白い煙出たよね。周り誰も見てなかったんですよ。僕だけあれ見て。そうでしたね。僕だけ見たんですよ。はっきり見えたんですよ。
それでそこからカメラマンの感じがスッとなってね、なんかスーッとなって、あなたなんか、あの、機嫌よう、餃子とビール飲みに行ってありましたわ。そうですか。機嫌よう。よかったよかった。いや、あれ、後日談もあるんですよ。はい。それ後日談があって、ちょっとこの森脇さんが光ったものを見たっていう話になってて、はい、その一緒のスタッフさんで。ほんで、一回じゃあ、ロケ行った後に、もし誰かついてきはったら、その時払うんで、もう皆さん見えるように光らせますわ、って。うん。で、私が321で写真撮ってくださいって言って。で、こう、お払いして、321行きます、出しますよって言って、ドーンと出すところ、パシャって撮ってもらったら、出ていく光がちゃんと写真でも撮れて、その写真、たまたま私あるんで、差し込んでいただいていいですか、へー、ちょっと。うわぁ。これがあの時の、はい、あの時の写真ですね。ちょうど今日、おられるんですけどね。ちょうどカメラ回していただいてます。へー、いやいや、だからね、ああいうことを、やっぱり僕目の前で見ましたから、うん、まあそれね、ミキさんのお笑いのやつを目の前で見たら、やっぱりちょっと、びっくりしましたけどね。何回か、うちのお寺来ていただいた時も、はい、もらいましたもんね。森上さんとお話してたら、ドーンとか言う音がして、はい、なんかね。あれ、嘘でしょ言うと、はいはい。で、あの時は、うん、怖くなってもいけないんで、うん、そうです。やらせですみたいなこと言ってたんですけど、うん、本当に誰もやらせでも何でもなくドーンと動いてるんですよ。これちょっとだんだん元気なくなってきた。元気なくないよ。やる気元気盛り上がってそれがね、だんだんちっちゃくなってきた、はいはい、まあでもそういうのも、まあ若手の頃からまあちょっと中堅になってね、はいはい、まあまあベテランと言われるようになってからいろんなこういう今の喋らせてもらいましたけどもね、でも森脇さんなんかも本当もう、うん、日常生活、支障来たるぐらいも道歩いてもたくさんの人が、うん、昔わーっと人が寄ってきて大変な生活されてたじゃないですか、うん。で、そこら辺の時から私もずっとテレビ見させていただいてて、うん、まさかご一緒させていただくとは思ってなかったんですけど、ちょっともう三つもしていただいた上にあれですけど、ちょっともう一つだけいいです。はいはい、何？森脇さんの家の豊を掃除すると、出世するっていう話聞いたんですよ。そう、はい、皆さんに森脇さんのお話すると、あそこのトイレ、洗いに行ったら出世すんねんでって言って、はい、みんな言ったんですよ。本当に。それはね、まあ、いつも年末に、まあ、忘年会をやろう言うんですけど、はいはいはい、その前に、まあ、ちょっと掃除しよう言うて、まあまあまあ、この間だけ若手の人が、まあ、後輩がみんな集まってやってよね、はい、忘年会すんねんけど、で、まあ、うち、山の方に家があるから、トイレにいっぱい、はい。その頃ってもう、ドーンと行ったはる後ですよね。はいはい、もちろん。ほんといっぱい来て、ほんで、まあ、汚いんですよ。やっぱ、トイレ一年溜まって、はい、それ、トイレかってやってたら、はい、ヤサダイサーカスのクロちゃん売れたり、なんか R1 グランプリに出たり、ザー漫才に出たり、なんかどんどんみんなが、こう、あれ売れていくって言うんで。誰かが、いや、そこ、ね、やっぱ汚いところに手入れてやるから、やっぱそういうところって、人の嫌がることをやってる人はやっぱり得を積むんかなっていうところだったんかなと思って。本当になんか、今年俺行かしてくださいよ。で、上条武志くんがガーンやったら、アメトークいきなり出て、高校野球芸人ってなんか、ってなって、今年はとかなんか言い出して、ほんなある時うちの息子がね、大きなってきて、大学3回生の時に、ちょっと親父、俺来年就職やから、今年はという俺やらしてくれ、言うて。はいはい。言うてやって、金がいっぱいやって、バーン。バーほう。ほんなら、第一規模の会社入ったんですよ。ちょっと待てと。翌年、今年から僕がやると。いや、すいません。いや、これね、私お聞きしたかったのが、その売れる前にね、行って、その問いを森脇さんが掃除して、はい、有名人にならはったかなと。いやいや、違いますよ。有名になってから。その家建てたから、そうなんですね。で、そっからもう、こうやって、まあコロナもあって、はい、もうそんなもう集まりもなくなって、なるほど。もうこの数年ももう、かつて若手言ってた芸人が、はい、もう今45ぐらいになってきたから、もうみんな家庭とか持ちたくて、そんなもうええよって、今一人で、はい、もうずーっともう、キャーってやって。
もう今も今日も今年、今も年末もやりましたから、もうピカピカですよ、今。あ、そうですか。ちょっと。来年の年末。うん、来年の年末、ちょっと私も。ややこしいですよ、先生来たら。お坊さんがうちの屋根乗って、こうやってやって、ぐーっとやったら、近所の人びっくりじゃありますや。何があるのかなと、その屋根にね。何の出世したいんですか、先生。でも、やっぱりなんか、そういう汚いものをきれいにするっていうことは。やっぱりトイレ掃除するとか、そうですね、と思いますね。で私も実は、うん、お寺入って、もう本当にボロ寺だったんですけど、うん、唯一困ったのがトイレがね、うん、詰まるんですよ、はい、で詰まるというよりも、うんうん、自然にパイプが潰れちゃってて、うんうん、そこでも必ず詰まるんで、うん、私が手で汲み上げて、うんうん、外の下水に捨てに行くっていうのを、うんうん、もうここ数年前までやってたんですよ、うんうん、だからなんかそれのおかげで今お寺も綺麗にね、はい、なりましたし、はいはいはい、いやだからなんか僕もトイレ掃除だけはね今も絶対、当たり前けどね、はいはいはい、当たり前ですけどこうやるように心がけてますね。ちょっとね、うん、私このお話で、はい、次回またちょっともう一回来ていただいて、はい、階段じゃなくて、ええ、ちょっと森脇さんの人生観というか、はい、人生訓をちょっと教えていただくのはどういいですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。じゃあちょっと次回は森脇さんに来ていただいた時にちょっと人生についてのお話をちょっと、させていただこうというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。またお願いします。じゃあ本日もどうもありがとうございました。森脇さんが寝っ転がって叫んでるっていうところで、あ、そこが怖いですね。またチェックしてください。あと、アスリートのように走る叫んでるっていうところまで、あ、そこが怖いですね。またチェックしてください。あと、アスリートのように叫んでるっていうところまで、あ、そこが怖いですね。またチェックしてください。あと、アスリートのように叫んでるっていうところまで、そこが怖いですね。またチェックしてください。あと、アスリートのように もしもし、ミキさんでしょうか。はいはい、すいません。はいはい。お世話になっております。お世話になってます。先日のちょっと動画の音声の件ですが、見ていただけましたでしょうか。見せていただいて聞きました。ちょっとあまりにもはっきり入っていて、びっくりしたんですけど、ミキさん。そうですね。あれは、どういったものと捉えたらいいでしょうか。あれですね、実は過去の動画にもたまに実は音が入ってるんですけど、はい、スタジオにいる例の方の声だと思います。そうなんですね。スタジオいつも行くとたまにおられるんですけど、その方ですね、間違いなく。あそこいるんですね。います。おられます。で、まあ、これを聞かれたからとか、はい、編集されたからとかっていうことで何か悪いことが起こるとかはきっとないはずですので、そうなんですね。安心していただけたらと思います。はい。わかりました。はい。なるほど。すいません。ありがとうございます。お忙しい中。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。失礼します。